妖精たちは夏を刺激する生趣味枠の豆ということで、本日はですね、死んだ万象男と、こちらね、結構安くて手に入りったよ。口がまんね。これとか100円だよ、これね。え、1号しかなかったけどね、100円はね、バカ安い。できればね、あってほしかったんだけど、いやー、100円も安いわ。で、これも一つしかなかったね。もっとあったらもっと買ってたんだけど、マッドボーイシティ編かな。マッドボーイシティ編ですね。定価の、死んだ万象男回顧録でございます。いやー、箱で手に入れたいんですけど、なかなか未開封の箱とか売ってないんだよね。はい、ということで、何が出るんでしょうか。ダブリお願いします。ダブリ、よっしゃ、かっこいい。サイガ、やっと来た。メルカリで買おうか迷ってたんだよ。やったね。やった、嬉しい。サイガナンバーワン。やったサイガ来たー。嬉しかったなサイガ。まだダブリなしっすよ。ということで、さあ続いて何が出るのか。はい。おやったやったやった。先に言うとね、これ今挑戦ます。はい、マッドボーイステーション。多分ね、回顧録以外の品物というのは、もう本当にこれで自分なったと思います。いやね、普通のパッケージ珍しいね。珍しいね。懐かしいね。50年かな。楽しいな。さあ何が出るのか。まあこういう感じも別にいいね。懐かしい感じ。はい。黒。あ、シルバーですね。はい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 。まあ。あれで、これですよね。はい。これが、今の、この段ということでございます。ということで、本日の分、最後いきたいと思います。いやー、ダブリなしでお願いします。ダブリたらもうね、ちょっとテンション下がっちゃうので。さあ、ダブリなし。光お願いします。光。お願いします。まあ、ダブったけど、初ダブリですね。でも、ダブったキャラが良かった。いやー、まあ、イズナダブるのは、まあまあ許容範囲ですね。嬉しいです。はい。ということで、当社の学生の信者万象諸行開封動画を終わります。ほんじゃ、また。